ライドナウしました安久です。今ホンダ、栃木研究所ですね、まあ、今の名前はちょっと違うんですけども、こちらに来ています。展示してあるのは、今年2024年の CS で発表されたホンダゼロシリーズのサルーンです。ここにこれがあるということは、そうです、今日はこの車に実は乗れるんです。この車の試乗に来ました。まあ、厳密にはこの車のテスト車なので外観は違うんですけども、こちら、ゼロシリーズのサルーン、そしてスペースハブ、こちらの両方のかな、はい、中身、どんなものなのかというのを実際に乗って確認できるという機会なんですよね。この車もちろん見た目が一番インパクトありますけども、中も全く新しい電気自動車専用のプラットフォーム、新しい、薄型バッテリー、モーター、そして6軸のセンサーを使ってね、意のままの走りを実現すると言っているサスペンション、車種、こういったいろんな特徴あります。この見た目にね、たがわぬ先進的な走りを見せてくれると期待して、これからの試乗に臨みたいと思います。ホンダゼロテックミーティング来ています。いよいよホンダゼロシリーズプロトタイプですけど、見た目はね CR-V の改造車みたいですが、これね、中身はゼロの技術がほぼ入ってるものです。これ早速今ねテストコースでドライブしたいと思います。行きましょう。緊張の感動の一瞬ですが走り始めました。全く新しいプラットフォーム、バッテリー薄型で小さな、Eアクセル使ってます。はい、そしてモーター駆動の2モーター駆動の4駆となっています。さらにね、こう走りに関する技術としてはいろいろ新しいものを盛り込んでるんですが、アシモの技術を使った、6軸センサーというかな、それも活用していたり、そういったものを使ってたり、サスペンションはね、この車はどうもコイルみたいですけども、エアサスプラス、電子制御、制御サスペンションといってます。そしてボディをね、しならせて設置させるというような新しい、これ衝突とかを、うまくそこのボディ骨格技術と相まって、そこでね、クリアしていくことで軽量化をしているボディなんですが、これにね、さらにフロント、リア、こうしならせて外輪を設置させていく技術なんてのも入ってるというような車なんですが、本当にね、説明していくとキリがないので、まずは走り、その印象からすると走り出しすごい滑らかで、そしてね、なんとこうしっとりしているんでしょうかという感じですね。これは何が効いてるんですか、このしっとり感、滑らかさ。意のままというのはホンダがやはりずっと大事にしてきたところで、ホンダとしては、電動化の時代になっても変わることない部分というところで、いかにこうドライバーの操作に対して思い通り動くかというところをすごく追求していますので、そういったところも滑らかさとかには、反映されているかなというふうに思います。なるほど、はい、ちょっと加速していってみたいと思います。基本的に2モーターですけども、リアモーター主体なのかなと。肉のモデルがある場合にはリアモーター、の後輪駆動になります。こうやって走らせていて思うのは、あとはやはりなんというかな、雑味がないんですよね。滑らかな感じ、こうやって切っていった時のレスポンス、ここにね、溜めがないというのかな、車がまず軽い感じがする。実際100キロ軽いよと、同じような EV に比べたら100キロ軽いよという数字が出てるんですが、そういうところが出てるのかなというところと、あとはやはりこの運転を、モニターしてというのかな、車がその状況を見てどんどんこうそれに合わせた最適制御をしていく。例えば、コーナー入っていくときにはフロント側にね、回線強めにかけてフロント舵を作ってやる。それにさっきのね、ボディがちょっとしなるような設計、こういうところ、そういうのが効いてるんだろうなと思うんですけど、非常に滑らか、素直な感じ。そしてね、そう、やっぱ重さが感じられないのがちょっといいですね。アクセルオンに対して、もしくはオフに対して、こう何のためらいもないというか、これだからモーターの、性能というか特性というか、そういうものも相当いいんだろうな。これもうね、ゼロシリーズというぐらいで本当に全部ゼロから作ってるんですけど、もうすでにこんな完成度なのというのはちょっとびっくりしちゃいますね。こうやってコーナー入っていく時のこう入り方もそうだし、後ろのしっかり感みたいなところ、こういうのも単にタイヤグリップに頼ってるという感じでは全くなくて、こう車全体の塊感なんだけど、
なんだろうな、合成たっぷりなそういう車の塊感というよりかは、まさにね、いなしていく感覚みたいなものがある。これは乗り心地に関してもそうですね。さっきエアじゃないみたいだなという話はしましたけど、今の段差乗り越えみたいなところ走ってもしなやかにこうそういうところをねクリアしていく、こういう感じがありますね。はい、じゃあちょっと一旦後ろいないんで止まりました。スッと走り出します。はい、もう短い時間でしたが、なかなかこれはもうここまで来てるのかというふうに、まあさっき言いましたけど、まあ、実際ね25年の頭にはもう、見せて25年中に売り出すということなんで、なんか未来の車みたいなデザインをね、特にサルーンでは見せてましたけど、いやもうすでにね未来は近づいてきてるんだなということを実感しちゃいましたね。今ね最初にまずこの車乗ってきましたが、これに使われているこの走り、実現している様々な技術、そして走りだけじゃなくてね、実は、このユーザーインターフェースというかユーザー体験というところでもいろいろこの車新しいことやってるみたいなんで、それをね実際に紹介していきたいと思います。はい、まずこちら、はい、ゼロシリーズサルーンの中身です。ここ上にねフープ通ってますけど、これが実際の、ルーフの高さということで、全高1400ミリを切るような車体をいかに床下にバッテリーを積まなきゃいけない EV で作るかというところが、この車のパッケージの肝かなというふうに思います。ポイントになるのがこれバッテリーだと思うんですね。まずバッテリーケースをメガキャスト、まあ最近噂のというかね話題によく上りますけども、ギガキャスト、メガキャスト、いろんな言い方ありますけども、この大きな鋳造でこちらで作っています。これと新しい、接合技術ですね、これによってね 6% の薄型化を実現してるっていうんです。さらに衝撃時の荷重を分散するボディ構造、あとはこの上2ギガパスカル級の、はい、衝突部材というかな、はい、ここからのクラッシュに対してこの受け止めるものを、これを2ギガパスカルというものを使うことでかなりね薄くできたということで、まあこういうことによってこの薄い車体をまず実現したという形になります。はい、フロントに回ってきました。よく見るとストラットタワーバーみたいなものがあまりないですよね。この車は実は車体をねたわませながら設置させるという新しい車体のコントロール、挙動のコントロールの仕方を取り入れているということです。リアもそれによって、まあ、棒とかないので、これはねトランクスペースの拡大などにもつながっています。そしてもう一つ、この車軽いんです。100キロの軽量化と謳われているわけですが、これを実現しているのは一つにはやはりね衝突モードのコントロールがあると言います。ここにね、まあ、いろんなものが積まれているモーターとかインバーターとか積まれているわけですが、衝突した時にはこれをしっかり守りながら、しかもねそれをギュッと閉じ込めるようにして他の部分がギュギュギュッと潰れる、まあ、このモードコントロールを相当やる、まあ、ホンダはね今までもまあ、衝突安全技術ずっとやってきた、ボディコントロールずっとやってきたんで、その技術をまあフルに投入して、前からでも横からでも、あるいはオフセットでもこういう衝突に対してしっかりいいボディを作る、これによってでも軽量化というのが実現できているというんですね。はい、そしてサスペンションです。フロントはハイアッパーのダブルウィッシュボーンかな、でエアサスペンションついてますね。先ほど乗ったプロトの SUV の方はコイルだったんで、いろんな仕様があるようですね。いずれにしてもダンパーは可変式になっています。でこの走りに関しては3次元ジャイロセンサー、足もの技術ですよね、こちらを用いた車の挙動制御、まあ足もは転ぶ前に立て直すわけですけど、そういった感じでスピンする前に立て直す、まあ、こういった制御が入っていると。あとはステアバイワイヤー使ってますね。これホンダとしては初めてだと思います。まあ、こういったものを全部統合制御することで今までにない走りを実現している、まあ、この走りの片鱗はね先ほど走りの部分でお伝えした通りです。 E アクセルですね、これ、右にあるのがフロント、左にあるのがリアです。そしてリアのものはこれインバーターが一体になっていて、しかもサイド置きになってますね。サイド置きかつ、前後の分が両方とも入っています。このコンパクトで横置きのインバーターを使えたおかげで低くできたということですね。ちなみにいろんなバリエーションがあって、高出力版はやはり前後にインバータを置いたりもするようですが、これ一番パッケージング的には、ね、先鋭的なものを持ってきたのかなと思います。これフロント E アクセル相当小さいですよね。でもね実は、ホンダはもうすでにハイブリッドでもこれを共用して使うのかなとなってますね。これも低いフードに実現している、まあ、一つの要因となっていると思います。出力などのスペックは公開されてませんが、まあ前後
700ニュートン、800ニュートン、900ニュートンあってもおかしくないよねということで、まあ、そう考えたりするとさらにこれだけの、まあ、予想される出力に対してこの小ささというところもポイントかなと個人的には思います。はい、そしてここバッテリーですね、はい、周りに、はい、あるこのケース、こちらがメガキャストを使ったものということになります。でここに冷却経路なんかももう一体化することによって薄型化を実現していると言いますし、あとはここですね、ここが横から衝突した時の部材なんですが、ここまでもギリギリの配置ができるようになったんで容量も稼げるようになっているということです。はい、これね、こちらの冷却経路の部分をここで接合してるんですね。ここに溶接跡ありますけど、この特殊な接合によってまあ一体化するウォータージャケットなのかな、これがこういうことも薄型化、とにかく薄く作るためにいろいろ腐蝕しているということで、6% 薄い、まあ、実際には他社のに比べると8ミリ薄いぐらいなのかなという話でしたが、そういう薄型化、もうこういう削って削ってというところで、はい、この低いパッケージを実現しているというわけです。そして中のバッテリー、もちろんこのあたりは、ホンダとして作ってるんですが、中はね LG との、ジョイベンでやってるものですね、これを使ってるはずです。そして容量は分からないですが、基本的に充電速度としては10分で150キロ分ぐらい、これ150キロワットのね、充電器を使うとそのぐらいのものでいけるんじゃないかと、だけどスピードはどんどん速くなっていくよというような話でした。はい、そしてこちら、まあ、E&E アーキテクチャーということなんですが、まあ、ここで語るべきは AD 自動運転ですねと先進運転支援システムです。ここのトピックはやはりね、全車速でのアイズオフを目指すぞということですね。すでにね、レベル3アイズオフを、ホンダセンシングエリートとしてね、レジェンドで実現しているホンダですが、その領域はね、時速30キロ以下の渋滞時でしたっけ、はい、限られたところでした。これを全車速を目指すということは、つまりレベル3完全を目指すということじゃないですかということで、これは非常に大きなトピックというか話題になるのかなというふうに思います。まあ、それを実現するために、もちろんね、カメラ、センサー、ライダーなど搭載してるんですが、一つ大きいのは AI による、まあ、推定というんですかね、米国の、ヘルム AI 社のこの AI 技術を使ってるんですが、データ量少なくとも AI が学習して精度の高い運転支援を実現するというふうに言っています。まあ、こことの提携はね、ずいぶん前に、発表はされてたんですが、具体的にね、何をやってたのかなと思ったら、こういうことだったのねということですね。具体的に目指しているのは、そう、全車速、全域アイズオフかな、はい、こちらになります。はい、こちらステアバイワイエのステアリングホイール見えますね。こういう形になるというわけですね。アイズオフもできるし、多くの場面でね、手放し、まあハンズオフも可能になりますと。で、例えば自動追い抜き、追い越し、こちらもあるようですね。前に車がいると自動的に追い越していってくれる、まあ、こういったものも備わると、まあ、このあたりはね、期待される機能だと思いますが、しっかり備えてきたなという印象です。問題はね、肝心なのはそれをどんなスムーズさ、滑らかさでやってくれることかなと思うんですが、この AI を使ったというところなどを見てもね、なかなか期待できるんじゃないかなというふうに思います。さっきね、乗った車も実はステアバイワイヤだったわけですが、なんかそこでね、初めてのものだとして考えると全然違和感がなくてびっくりでした。ただ極端にクイックレシオになってるとか、そういうことではね、今回のものはなかったなと思います。この操縦桿みたいなステアリングホイールでどういうふうにそのね、走りの味を、つけているのかっていうのはちょっと興味深いですよね。はい、この車ね、車内の状況とかを、まあ、モニタリングしてるわけですけど、今ね、実はここに出てるんですけど、まあ、定期的に切り替わっていくというか出ていきます。もうそれをまず、状況認識して、それを文書化して、それを元にして、じゃあこの人に何を提案しようか。例えば疲れ、運転席のあなたはまだ目的地を設定していません、まあ、こんな風に例えば疲れてそうだなと思ったら、疲れてるみたいですと分析します。で、渋滞してそうですと分析します。じゃあ例えばこの人には休憩を進めるでもいいし、音楽どうですかっていうのもいいし、例えばここに、まあ誰か同乗者がいたら、同乗者となんか話が弾んでなさそうだったら、なんか弾むような何かを、まあ、みたいなことを推定してやるんですね。これがね、まあ、今までも居眠りしそうだとか、休憩どうですかみたいなのありましたけど、なかなかあまり人間の意図沿わないところあったと思います。それがね、かなりの高精度で、まあ、こうやって見てくれてるので、もっといい提案、この人に合った提案みたいなのをしてくれそう、まあ、そういう形のシステムですね。